こんにちは、粟田洋介です。今日は絵を描くことで幸せになる方法をお伝えしたいと思います。この方法は私の手が届かないほど絵を描くことで成功している方でも、普段絵なんか全然描いてないっていう方にも共通することだと思います。その方法は無意識に私がやっている方法です。私が絵を描くテクニックという意味ではなくて、ちょっとした考え方で簡単に誰でもできる方法だと思います。そう思ったきっかけは、ジルボルト・テイラー博士の奇跡の脳という本を最近読んだことによって思いつきました。この本は結構いろんな YouTube のチャンネルで取り上げられていて、それで面白そうだなぁと思って読んでみたんですが、ジルボルト・テイラー博士は脳科学者で、ある朝脳梗塞になって左側の脳がダメになってしまいます。そして右側の脳だけになった時にものすごい幸福感を感じたんだそうです。8年間のリハビリで左脳が回復していくんですが、自分の脳梗塞の経験を通して脳科学者として右側と左側の脳の機能をたくさんのことを発見して、でその本に書かれているのでとても興味深かったんですが、さっき言った彼女が脳梗塞になった時に左の脳がダメになって右脳だけが機能してしまって、その幸福感っていうのが私が絵を描いている時と同じような感じじゃないかなと思ったんです。それがどんな感じかっていうと、ちょっとこの本の言葉をそのままお借りするんですが、平和の感覚、神の恵みのような感覚に浸り心が和む、意識は悟りの感覚、家路を変えるような感じで心地よい、そしてなんか自分を取り囲んでる三次元の現実感覚を失っていたということが書いてありました。無意識で絵を描いてる時は本当にそんな感覚になるんです。だけど左脳が麻痺してるわけではないので、この脳梗塞の状態とは全く同じではないと思うんですけどね。でもこれに近い感覚、もしくは同じ感覚を絵を描くっていうことだけで体験できてしまうんです。でもただ絵を描くだけでこういう感覚を得られる方もいらっしゃれば、絵を描いても描いてもこんな感覚は得られないという方もいらっしゃると思います。なのでその方法をお伝えしたいと思うんですが、その方法っていうのは私が頻繁にこのチャンネルでお話ししている方法と全く同じです。左脳っていうのは過去とか未来っていうことを考えるそうなんですが、右脳っていうのは現在ですね、今この瞬間を楽しみ幸せを感じる、それが右脳の役割でもあるそうです。だから幸せを感じるのは右脳なんだそうです。なので幸せになりたいのなら少しでも右脳を使うということがキーになりそうですね。なので絵を描くときは深く考えないで描くっていうことをおすすめします。右脳は無意識の脳で、左脳は意識的な脳だって言われているそうです。私は無意識に深く考えないで絵を描くことを勧めているんですが、そうすることによってこの右脳がたくさん働くということだったみたいですね。私は知らずにやっていましたが、これには科学的根拠があったようです。右脳と左脳についてご存知の方の方が多いと思うんですけど、一応簡単にお話しします。右側にあるこの右脳の性質っていうのは、直感とか感受性、それから創造性を司る脳だそうです。そしてこの左側にある左脳ですね、こちらはなんか物事を分析したりとか、数字とか計算みたいなとかですね、それから言葉とか、そういうことを司る脳なんだそうです。ということで感覚とか感性とかそういうことに長けてる右脳っていうのは、まあプレイヤーですね。そしてこの左脳っていうのはそのマネージャーみたいなもんだと私は思いました。なので右脳だけが突っ走ってしまうと大変なことになるので、この左脳がマネージするというわけです。そんなわけで絵を描くのは右脳だって言うんですけど、多分私は絵を描くときもこの右側も左側も両方使って描いてるんじゃないかと思います。まあ右の方が多く使ってるような気はしますけど、ちょっと私は科学者じゃないのでわかりません。左脳は右脳のマネージャーと言いましたが、マネージャーにも名マネージャーっていう素晴らしいマネージャーもいれば、プレイヤーをダメにしちゃうマネージャーもいると思います。右脳が幸せを感じるんですけど、左脳がそれをコントロールするので、この左脳次第で右脳が私たち自身の幸せをどれだけ感じることができるか、もしくは私たち自身を不幸にしてしまうかも、この左脳にかかっているということです。
先ほど右脳は今この瞬間を楽しみ、そして幸せを感じるとお話ししたんですが、左脳は過去と未来を考えるそうです。過去の失敗から学んだりとか、それから未来のことを考えて危険を回避するみたいなことも左脳の役割だそうです。脳天気で何も考えない自由奔放な右脳が突っ走ってしまうと、過去の失敗から何も学ばない、未来の危険も顧みず、大変なことになってしまいますよね。そこで左脳がマネージするんですが、私たち人間は時には過去の失敗をくよくをしすぎたり、そしてそこで自己肯定感が低くなってしまったり、もしくは未来の危険、未来の不安をいっぱいいっぱい抱えて前に進めない、そういったこともありますよね。その時のネガティブな想像っていうのは左脳のどっか一部がやっていることなんだそうです。そのネガティブな想像とかネガティブなことが強すぎると、絵を描く上でもスランプに陥ってしまいます。私がスランプを克服するためにやったことは、何にも考えない、そしてこれでいいか、これでいいんだよ、大丈夫だっていうことを考えたということです。その時私は右脳とか左脳とか考えてなかったんですけど、私の左脳の一部が何らかの経験からプレイヤーである右脳をですね、ストップさせてたわけですね。で、右脳はそんなことを聞かない、大丈夫だってことで自由に絵を描き始めることができたというわけです。でも何事もバランスが大事で、右脳も左脳もバランスが大事だし、ネガティブなこともポジティブなこともバランスっていうのはすごく大事なんじゃないかと思うんですよね。左脳っていうのはすごく生真面目で、右脳っていうのは自由奔放で、ちょっと怠け者な一面もあるようです。私はそれちょっと耳が痛いんですけど、うまく左脳も使っていくことで人生が生きやすくなるんじゃないかと思っています。結構難しいですけどね。左脳が幸せの邪魔をしてしまうことがもう一つあって、なんかネガティブな感情ですね。恥ずかしいとか悔しいとか腹が立つとか、そういうネガティブな感情も左脳がしているようです。右脳っていうのはそういう恥も外聞もないし、ムカついたりとか嫉妬したりとか、そういうこともどうでもよくて、自分が楽しんでればいいやみたいな感じなんじゃないかなと思うんですね。左脳っていうのはそれを戒めるために何らかのネガティブな感情があるようなんですが、それも行き過ぎると、ああこんなの恥ずかしくてできない、恥ずかしすぎるとか、人と比べて嫉妬しちゃったりとか、悔しいって思ったりとか、あとは何かあった時に腹が立って、そういう怒りの感情ですね。まあ少しぐらいならいいと思うんですが、行き過ぎると今ある幸せも一瞬で崩れていってしまいますよね。まあ人と比べるとかなんとかってもう自分と関係ないことだし、ちょっと今日はその話はしませんが、恥ずかしいっていう感情についてですね、例えばよく絵が下手だから絵を描かないっていう人もいらっしゃいますし、才能があってそういった創作活動をしている方の中にも時には自信を失っちゃったりとかですね、そういうこともあると思うんですね。で、数日前にふっと思ったんですが、カラオケ行こうとか言った時に、ああそんな自分は人に聞かせるほどの歌は歌えないからって感じで、付き合いの悪い人っていうのが過去にいたんですが、その時にみんな何言ってんだ、誰もそんなことに期待してないんだから行こうって感じで、そんなことが昔あったのを覚えてるんですけど、本当その通りで、別にカラオケとかで歌うのにすごい上手な歌とかって誰も期待してないわけじゃないですか。それより楽しく歌って気持ちよかったりとか、そのための遊びじゃないですか。まあ素晴らしい歌を披露することもまた楽しみの一つかもしれませんが、それは人それぞれでいいと思うんですよね。ダンスとかもそうで、誰も上手なダンスを見るとか期待しないじゃないですか。まあ素晴らしいダンスをしている人がいたら違う意味で楽しいかもしれませんが、まあ本来自分が楽しい、自分が心地よい、それが歌を歌ったり踊ったりする目的なんじゃないかと思うんですよね。絵を描くことだって同じで、上手に描かなくたっていいんですよ。絵を描くことが心地よい、気持ちいい、楽しい、それ以外に何があるっていうんですか。ちょっと上機嫌になって思わずなんか歌を歌ってるとか、そんな感じで誰にも見せないで楽しく絵を描く、そういうこともいいんじゃないかと思います。絵を描いて人に見せる、それは未来のことです。それから自分には絵の才能があるとかないとか、それは過去に起きた経験から自分で思い込んでることです。そういったことを一切考えないで、今この瞬間を楽しむ、絵を描く、気持ちいい、気に入らなかったらそんな絵は捨ててしまえばいいんじゃないかと思います。もしくはそうやって描いた絵は自分が下手くそだと思ってても、誰かが見たら素晴らしい一枚なのかもしれないですよね。
でもそういった期待っていうのもしないで自由に描く、それが幸せな絵の描き方なんじゃないかと私は思います。そして私はそれが人に見せる絵、人に販売する絵、人から頼まれた絵、そういったことを関係なしに私は同じ描き方で自由に楽しく描いています。人に頼まれたのをけしからんって思う方もいらっしゃるかもしれません。でもそれは気真面目な左脳的な考えで、実際考えてみてください。そんなんで人から頼まれたんだ、わーってガチガチになったりで、素晴らしいものを注文してくださった方に提供できるでしょうか。私はできないと思っています。できる方もいらっしゃるかもしれませんが、私の作風からはもっと自由にこの瞬間だけ楽しんで描いた絵の方がいいものができるって分かってるので、そうさせていただいています。なので私はとても幸せでいられるのです。その幸せがそのまま作品に現れて、それを手にした方、目にした方を幸せにできたらいいなと私は思っています。数日前に今日のトピックみたいなお話を作家の友達としてたんですが、その人は小さい時から絵を描くのが好きだったんですが、初めて大きめのキャンバスに絵を描いた時に、何この感覚ってすごい感動したっていうことをお話ししていました。きっとその感覚っていうのも脳梗塞で左脳がダメになっちゃった時のような感覚なのかもしれないですね。そしてこの本に神の恵みのような感覚とか、意識は悟りの感覚とかいろいろあったんですけど、なんかそれって全部私が8年ぐらいのスランプに陥ってた時に、余計なことを考えるのを全てやめて、もう無心で絵を描いた時があったんですね。その時に私は悟りを開いたんじゃないかって思ってしまったんですよね。それがもしかすると勘違いかもしれないし、そうなのかもしれないし、わかんないんですけど、それほどの感覚だったんですね。なので今日お伝えしたかった幸せになる絵の描き方っていうのは、いろんなことをやらなきゃいけないとか、いろいろ考えなきゃない、いろいろ覚えなきゃないとか、そういうんじゃなくて、いろいろなことをバーンって手放すことによって簡単に手に入ることなんです。さっきお話した私のお友達のように、描き始めてすぐにそういう感覚が出てきた人もいれば、そうですね、私の場合はすごいスランプに陥ってたので、1枚描いて2枚描いてなんかいい感じだったんですけど、その神の恵みのような瞬間、悟りの感覚みたいのは何枚か描いてるうちにそういう風に感じてきたりとか、ね、ずっと没頭して描いてる時は宇宙と融合して一つになってるって感じ、言われてみればそんな感じなのかもしれないし、どの道すごく幸せですよね。この本を読むまでそういう感覚っていうのは言葉で何て言っていいのか分かんなかったんですけど、とにかく余計なことを考えすぎない、絵を描くテクニックっていうのも、絵を描くっていうことを助けてくれることもあるんですけど、そういうものにとらわれすぎると楽しくない、幸せじゃない、苦しい絵の描き方に変わっていっちゃう場合もあるかもしれないし、なければいいんですよ。それでなので、ちょっと何かが重荷になってきたら、それをちょっと一瞬でもいいから手放してみる、でいろんなことを忘れて絵を描いてみると、なんかすごく自由に、まあこの言葉を借りると宇宙と一体になるような気分が味わえるかもしれません。どうしてもテクニックが必要な方は、ちょっと一瞬お休みをして、で自由になって、そしてまたテクニックを学んでいくっていう感じでもいいんじゃないかと思います。ただ私は私自身のやり方しかわからないので、一人一人そのやり方っていうのは違うと思います。でもバーンと余計なものを手放して自由になってみるっていう入り口は、まあこんな感じだと思うので、よかったらぜひ試してみてください。これが完成した絵です。タイトルは姉妹です。うちの猫たちがモデルです。さっき右脳は自由なプレイヤーで、左脳はそのマネージャーだということをお話ししたんですが、楽しく絵を描いてるとちょくちょくそのマネージャーが顔を出すんですよ。まあその科学っていうところは間違えたことを言いたくないので、右脳と左脳っていう言葉をちょっと使うのをやめますが、感覚的にプレイヤーとマネージャーの部分、
例えば今うちの猫を描いたんですけど、本当何を描くか決めてなかったのであまり考えないで描き始めたんですが、ここに何を描こうってなった時にマネージャーが口を挟むんですよ。想像して具体的にアイデアを出すのはプレイヤーなのに、マネージャーはみんながびっくりするようなものを描かなければならないとか、なんか人が喜ばないものは描いちゃいけないとか、自分本位なものになってはいけないとか、そういう口を出してくるんですよ。まあたまにはうちの猫を描いてみようと思ったんですが、うちの猫を描くなんて面白くないだろうみたいなことをまたマネージャーがやってくるんですね。だけどそういうのがいけないんだと思ってちょっとうちの猫を描いちゃったんですけど、まあこれうちの猫に似てるかどうかわかんないんですけど、まあ人の似顔絵を描くときとかもマネージャーがいろいろなことを言ってきます。ちょっと似てないからもうちょっと似せて描いた方がいいとか、なんかいろんなこと言ってくるんですけど、確かに自由なプレイヤーだけがなんかやってると全然似てない似顔絵とかになって、しかもモデルとなってる人を傷つけちゃうような絵になっちゃう場合もあるかもしれません。そういう意味ではマネージャーがいろいろ言ってくることは助かるんですけど、マネージャーが言ってくることのどの部分を聞き入れてどの部分は無視するって感じのことが分かってくると、生真面目なマネージャーと自由奔放なプレイヤーのバランスっていうのが取れてきていいんじゃないかなと思います。ちょっとうちの猫の話なんですが、この大きい子の方、去年の5月ぐらいまだ子猫だったんですけど、こっちの子の方がねどん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 大きくなってきちゃって、もう一匹の方が大きくならなかったんですけど、秋ぐらいになってから2人とも同じぐらいの大きさになってきて、下手するとこっちの子の方が大きくなっちゃうんじゃないかなと思ったんですね。だけど今年に入ってからうちの子の方がまたまた大きくなって、身長差はそれほどないのかもしれないですけど、体重差がかなり出てきて大きさの差がかなり出てきたんですが、まあ個人差もあるし、まああんまり心配はしてないんですけど、このちっちゃい子の方がまたまた大きくなるかもしれないし、まああんまり気にしないで楽しく見守ろうと思っています。なんか絵を描くのも同じで、こんな感じで考えなくていいことと考えるべきことをうまくバランスをとっていくと、どんなことに関しても幸せを感じられるんじゃないかなと思っています。なんか多くのことって共通することがありますよね。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、コメントなどもいただけると嬉しいです。この動画がアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをあなたとシェアできたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。